おはよう、ジャン君、ポンちゃん。面白いポーズになってるね。おはよう、ポンちゃん。ねえ、ジャン君。そして、ポンちゃん。はい、これで8日目になります。トイレがちゃんと行われております。お布団は無事でした。ポンちゃん偉いぞ。日にちを数えるのが苦手な黒犬でございますが、8日目に間違いないですね。ないね。これで、3月いっぱいぐらいまでお願いできますか。そして、ジャン君はいつも通りいい子ですね。ジャン君。さあ、これからですね、久しぶりにアンズちゃんのところに行ってくることになっています。もうお別れをしてから半年ですね。覚えてるかな。アンズちゃんとの約束としては10年後に迎えに来るよと言いましたので、あと9年と半年です。9年半、頑張ってですね、猫が3匹もしくは4匹、アンズちゃんのお友達、すごく仲のいい子ができてしまったので、名前をまた忘れちゃった。マオイママさんにまた聞きますが、今日行ってね、挨拶してこよう。ひょっとすると4匹、飼えるうちというのを残り9年半の間に探さなければいけませんね。9年半って長いようで、黒犬の年齢からするともうすぐです笑っちゃいますが、そこに住むための経済力もつけなきゃいけないんですね。なかなか大変です。はい、まずはちょっと行ってくるね。それから長く部屋を開けるということが、ポンちゃんが、そうね、布団におしっこをしてから初になるかな。いろんな影響がひょっとすると出るかもしれませんけれども、早めに帰ってきてね、いっぱい遊ぼう。そうしようね。ジャン君、なんかいるんだよね、そこにね。ジャン君、行ってくるね。ああ、顔出してるね。顔出してる？うん。
ちゃん。おっちゃんはいいんだね。
あんずちゃん、久しぶりです。今日カメラを持ってきたんですが、カメラのバッテリー切れになってしまっていて、いいカメラで撮れません。今スマホで撮っています。あんずちゃん、あんずちゃんに会うのは半年ぶりぐらいになってしまいますかね。半年とは言わないのか、一度会ってるからね。あんずちゃんとの10年の約束まであと9年半です。頑張って経済活動をやっていきますよ。あんずちゃんちょっとバクバクしてるね、ごめんね。ちゃん覚えてないかな。また後でもう少し馴染んだらなでなでしようね。うちの母のお花をですね、お土産に持ってきました。ですね。あ、出たい。出たい。はい。はい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 。はい。ニューニューカがしてみたら指。うん。嗅いでないし、ちょっとご飯、あ、でもご飯食ってみた。本当？ポンちゃん、ただいま。今、帰ってきましたよ。おしっこですか？いいですよ。どんどんおしっこしてください。はい、ジャン君もただいま。うん。今日は、せっかくミラーレス一眼レフを持っていたんですが、持って行ったんですが、出がけにジャン君が窓からニャーと鳴いているのが可愛くて撮っていたところですね、電源を切り忘れ行ってしまいました。
そしてバッテリーの、予備を持っていくのを忘れました。一眼レフの本体と、もろもろ、万一の時にストロボとか全部持って出かけましたが、バッテリーがなければ一個も動きませんでした。ということで、あんずちゃんはスマホで撮影になってしまいましたとさ、めでたしめでたし。ジャン君、大ボケでしたね。いっぱい遊んだから匂いついてるよ。小夏の匂いついてるよ。こいちゃんのお風呂だよ。